皆さん、お昼12時を回りました。コザジラバの時間です。沖縄市にある国道330沿いパークアベニュー入り口にスタジオがあります。 FM コザから生放送でお届けします。この番組は沖縄に伝わる音楽や芸能について、それに関わる人の生の声をお届けしようという番組です。12時56分までお楽しみください。さあ、皆さん1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。私、ライカムまだ行ってないんですけどね。ライカムが昨日オープンしたじゃないですか。で、どんなに今日は混むかなと思って、うちが普天間だからコザに来るのに絶対ライカム通るのでイオンのね、ところどんなかなと思って、一応1時間前に出たら、いつもまあ20分ぐらいで着くんですけど、まあ1時間かかるかなとか思ってきたら13分ぐらいで着きました。逆に空いてた。なんででしょう。みんなもう行ったんですかね。朝早かったからかな。まあまあ、これから混むのかな。すごい行ってみたいんで、このぐらいそんなに混んでないんだったら行こうかなって思ったんですけどね。どういうわけだか、今日は空いてましたよ、道はね。それからね、そうそう、昨日梅の香り歌遊び大会というのがありまして、この番組でも紹介しましたけど、もう申し込みして一応出てきました。もうね、出るまではもうなんで申し込んだんだろうって思いながらね、行ったんですけど、一応間違わずに歌ってきましたよ。いや、面白かった。何人、14人出たんですけどね。で、大賞とか優秀賞とか決めてね。でから、あとゲストはうない組さんと与那覇徹さんが盛り上げてくださって、もう良かったです。西原町の与那覇のある公園で、梅の香りの花火が立っている公園であったんですけども、外なんでね、本当に風も吹いて気持ちよかったです。私うない組さんも大好きなんです。すごい間近で見れて、本当にそれも半分、自分が歌ったのも面白かったし、それが見れたのもすごい良かったです。ということで、今日は1曲目は、うない組さん3人は元ネーネーズの小嶋美佐子さんと宮里奈美子さんと、名前分かる、誰やったっけ、失礼なことしてるわ。ネーネーズのメンバーが多いので、1曲目アメリカ通りを聴いてください。それから今日も素敵なゲスト来ていただいてるので、その後に紹介したいと思います。
曜日コザジラバをお届けしております。1曲目にネーネーズのアメリカ通りを聞いていただいたんですけど、先にじゃあ今日来ていただいているゲストにいろいろ一緒に歌について聞いてみたいと思います。今日は以前来て、いただいた、まあ、先に自己紹介してもらう失礼しました。いやいや、じゃあこんにちは。はい、お願いします。普段というか、まあ、今はあの音楽村コザ、はい、の、 あの一番街の方で音楽村のスタッフとして、はい、で普段は映像と音楽の監督とプロデュースをしています、うんうんうん、ビセテツと申します。はい、で FM コザでも夜9時に、はい、みえみえあゆっていう番組にも出てます、はい、でおなじみの、はいはい、リセさんに来ていただいてます。はい、この前、去年だと思うんですけど、お父さんのビセカツさんにもあのコザジラバ来ていただいたんです。そうだったね。はい、はい、すいません迷惑かけました。いえ、どうぞ。本当に面白いお話を貴重な話を聞かせていただいたんですけど、今日は鉄さんの方にお願いします。すいません。いやいや、あの先週じゃない、さっきこのアメリカ通りの話しよう。アメリカ通りっていうこの今聴いてもらった曲はネーネーズの、ネーネーズこの時はさっき言った小嶋美佐子さんと宮里奈美子さんと平根、はい、幸乃さんと吉田靖子さん、ね、まあ今もすごいんですけど、もう黄金時代ですね、これが。すごい、いいですよね。で、アメリカ通りっていうのは、まあ、多分みんなどっかで聞いたことがある曲、はいはい、まあ、作者は、まあ、自分の親父なんですけども、まあ、作曲家千奈貞夫さんで、はいはいはい、でこの詩の内容っていうのはできたっていうのは、その僕がちょっと ちっちゃい時だったかな、ちょうどまだそのゲート通りっての基地の、カテナの基地のあの通りって、コザミュージックタウン音市場のところができる前のあの街並みを中心に描いて作った曲ですね、これは。あの時本当にパンショップってあの要するに質屋さんとか、いろんなもう賑わってたんですよ。あそこで楽器買ったりとか、そういうのを描いた。あ、じゃあテスさんがちっちゃい時はそういうのだったの覚えてます？全然覚えてる。あの庭だったから。うん、そうそう、悪い遊びはしてないですよ。もうちっちゃいからまだね。どんなですか。いや、そうか。じゃあこの歌詞の感じから受けるこの本当に賑やかな感じだったんですね。まあ、そういうなんか、あの描写してるっていうか、イメージがつくんじゃないかなと思います。なるほど。うん、結構いい歌たくさん作られてますね。そう、父さん、まあ、基地問題とか、結構多いですね。さっきにじゃあちょっとツイキャスに来てるの読んでいきますね。はい、リスさん、おゆきちゃん飲んだ？あのなんでわかるんですよ。顔色ですかね。昨日の夜ですよ。別に今日は飲んでないです。NUJJ さん、こんにちは、こんにちは。さっき銀座の和下ショップへ行ってきたとこ、なんと26万円する実物の三振見てびっくらこいたとこ。三振、でも三振300万とかもあるからね。え、あるんですか。あるよ、持ってる人いる。300万って要するにあの竿の方が、もうあの本当に今はもう輸入とか多いけど、もうあの100年ぐらい経たないと取れない木があるから、で寝かさんでいかんからね。それは結構する。カデカル・リンショウさんの三振とかもそれぐらいする。あ、使っていた三振、あれはあの戦争の時もあの人はこれを持って、え、値段とかついてるんですか。いや、もしあの換算するとっていうことで、なるほど。まあね、分かる人にはそういう価値がね、分かる人にはちょうどいいのかもしれない。AKB ファンさん、緑茶、麦茶、ウーロン茶もお昼やで、こん茶。で、読み方合ってんのかな。でもこんちは。やっぱり飲んでるな。頑張ってるかい、頑張ってます。あ、
あ、NUJJ さん、ヨナハトルさんは来月9日代々木公園でライブやるよ。ほほう。沖縄祭り2015の2日間15組のミュージシャン出演。あ、もう活躍されてますからね、本当に。明日も、明日は明日で、昨日はその梅の香りと足火大会で出られてて、明日はコザの宴っていうことで、アルテコザで、8時半からライブがあるみたいですよ。それから、あ、野国さん、こんにちは、ゆきさん、てつさん、あ、てつくん、頑張ってね、福岡で聞いてます。待って、これ僕の当時じゃないかな。福岡で聞いてるって、うん、福岡にも行ってるんです。あ、そうなんですか、うん、わあ、すごい。あの、照れてるんですか。照れてるな。見え見えって聞いてます。お前、もう帰ってくるな。もうなんでなんで、仲良さそうで羨ましいですけど、ね、そう、この音楽村っていうところがすごいすごいところで、あの、今日はその紹介をしていただこうと思ってお呼びしたんですけど、はい、先週私コザジラバ終わって、はい、はあ、今日もいい放送だったなって思いながら、いや、先週もすごかったんですよ。あ、チナチナオーディオの、チナオーディオさん、はい、はい、で、あの、音楽村に行ったら、音楽村ではいろんなね、あの、音源が置いてあって聞くことができるんですよね。そうですね、何でも、はい、貴重な、もちろん資料とかパンフレットとかもあるし、はいはい、で、これを、あの、選んで聞かせてもらおうと思って、なんか一人でなんか吹けてたね。いきなり何枚も出してブツッとか言いながらレコード、あ、そうそう、レコード、貴重なレコードで、うん、あの、そうそう、シングル版の民謡 の、はいはい、あのレコードを聴かせてもらおうと思って、あんまりいっぱいだからちょっとお願いするのも悪いかなと思って自分で操作させてもらってたんですけど、時々ブツって言ったらなんか視線を感じた。いや、俺は何も思ってないけど。ああいうもんですよ、うんうん、でもレコードをこの針を置くとか、うん、離すとかすごい久しぶりにやりました。あ、うん、今ね、ないからね、ないですもんね、うん、CD ですから大体。でもその当時の雰囲気のまま聴けるっていうのがすごいいい勉強になります。だから時代もちょっとあって、やっぱり、ね、そのエコーマシーンとかがやっぱり取り入れた時期だなとかさ、その時になんか全然音の響きが違う方と覚えてない、あなたが聴いてたやつにあったんだけど、今はそんなリバーブとかそんなかけてるのは当たり前だけど、はいはいはい、普通なんかフラットでさ、はいはい、あ、そういうなんか時代を感じて、あ、この時期からそういうエコーマシンが入ったんだなとか、うん、また ね、レコード聞くとそういうのが分かります ね、はい、それをあのチナオーディオさんのスピーカーが、ね、はい、置いてあって、あ、これだと思いながら聞いてたんですけど、うん、面白いです。18枚ぐらい聞かせてもらいました。そうなの。いいんですよね、別に。全然ない、いやいやいや、お金も取らないし入場無料だし、そう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 、だから図書館に行くみたいな感じで行ったらいいんですよね。はい、はい、うん、だいたいどんなのが置いてあるんですか。もちろんロック、もちろん沖縄民謡とかロックとかジャズとかフォーク、あとはもう沖縄の音楽に関するものは何でも置いてますね。うん、うん、今あるのでどれぐらいとか。今まだ去年立ち上げたばっかりなので、うん、あの、全部資料今やっぱりどんどん追加してくるから、はいはいはい、うん、まだあれ多分1万弱ぐらいあるんじゃないかな、うん、1万ぐらいあるかな、レコードもあるからね。去年の何月でしたかね、オープンしたのは8月だったと思います、はい、ね、まだ1年経たないんですね。そうです、1年経ってないです、うん、でやっぱりもうレコードがないから、その機会がないから寄付とかいただいたりとか、うん、だからすごい助かってます。そういう集める活動も、あ、もうしてる、はい、はい、へえ、ね、そしたら1曲ここで、いろいろね、あの、音楽村さんなのでいろいろ持ってきていただいてる中から、面白そうなの、ちょっとこのプラスワンっていうのどんな感じですかね。これはあの
まあ、みんながよく知ってる音楽をアカペラで歌って、はい、楽器も一切使ってないで歌ってるので、うん、はい、ちょっとまた聞き応えがあるっていうか、うん、童謡とかですよね。童謡とかが思うですね。何がおすすめですかね。まあ、何でもおすすめですけど、何がいいですか。うん、朝ドヤユンタ、ジンジン、タンチャメ、放念音頭、鳴り止まやぐ、夕菜の花。あ、夕菜の花とかいいですよ。うん、じゃあ、プラスワンというグループで、夕菜の花を聴いてください。夕菜の花は知ってるでしょ。はい。プラスワンの何だったっけ、あ、夕菜の花を聴いていただきました。すごい予想外でした。予想外でしょ。ちょっとびっくりした。はい、まず英語だったから最初から。うん、うん、声いいですね。うん、うん、哲さんはお父様がディセカツさんだから、どういう、うん、この音楽環境で育ってこられたんですかね。いや、正直もうずっと音楽があって、うんうん、オールジャンルでしたね。ああ、そうなんですか。はい、偏ることもなく、別に、ね、一個一個が極めるわけでもなく、ちょ、まあ、中途半端です。へでもこう常に家に音楽がある。そうそうそう、勉強してる時も音楽が流れてるし、邪魔だったけど。でもすごい詳しそうですね。だからいろんな、ちっちゃい時はいろんな人とお付き合いしたね、うんうん、本当に金城みのるさんとかご存じ、はい、におしめ書いてもらったりとか、あ、カテカル臨床さんと、
あのパチンコ屋さん一緒に行ったりとか。あ、うん、何歳ぐらい覚えてるんですか。覚えてる覚えてる、全然覚えてる。一番衝撃だったのは、あの今もちょっと現役引退してるけどまだお元気で、この前もインタビューちょっと撮ったんですけど、うん、山内翔徳さんっていうのを、はい、93歳ぐらいかな、うん、あの人に小、あ、幼稚園上がる、ん、小学校上がる前かな、うん、自宅に行って、うん、まあ、鉄って言うんだけど、はい、あの美味しいご飯があるよって言って、はい、なんかな鍋みたいなのがあって、はい、ぐつぐつ煮えてて、はい、あ、美味しそうだな、いい匂いするなと思って、はい、どう見ても鳥にしか見えないわけよ、はい、あ、鳥かと思って、うん、美味しい美味しいって言って、はい、後から親父と一緒に帰るときに、はい、鉄もよく食べれたなって、はい、あれマヤだよって、要するにマヤっていうのも猫ね、うん、猫汁、はあ、昔の見る昔は結構いたみたいよ、うんうん、声が良くなるっていう伝説とかあと喘息に効く、はあ、聞いたことないですそんなの、うん、多分俺多分史上最年少で食べたと思ううわ、とっても美味しかったわけ、あの本当に鶏のささみみたいな感じのなんか水炊きみたいな感じあのでも水炊きだと思ってたら罪ないですよね。そうそうそう、うんうん、俺後から言われて、うん、でこの前会った時に覚えてるって言われたわけ、うん、この93歳の、うん、へ、マヤ食べたよねとか言って一緒にねとか言ってすごい記憶力だなっていうか、お元気だなって。じゃあよく食べてられてたのかもしれない声をよくするためにだから100年に1人の美声って言われてるさ、そのいろいろそういう努力もあれこれされてたでマヤっていうのがね、あ、だから前見るたびにごめんねって言ってもあれ歩くたびに会うたびにあ、びっくり、そうなんだ、そういういろんなものがあったね。じゃあこの大御所の方のこの普段の顔がもうよく知ってる感じ、はい、いいも悪いも面白い、いろいろ出てきそうですけど、うん、なんか、そろそろね、もう4月も終わりだからもうすぐね母の日ということで飛びますけどね、 あの皆さんプレゼントとか考えてる方もねそろそろいられると思うんですけど、うん、やっぱりねこうちょっと芸能好きなお母さんだったらね、はい、これなんか公演見せてあげたいなって思いますよね。もちろんです、うん、もう多分降ってきますね、今降ってます、ね、はい、そうですよ、めっちゃ降ってますよいや、あのですね、まあこれも5月10日にあるんですけども、はい、母の日の特別公演というのがございまして、はい、もう5回目になるんですが、うん、タイトルが歌って踊って大爆笑喜劇と言いまして、うん、もう多分民謡好きとか、ね、にはたまらない、芝居好きの人にはたまらないという公演なんですけども、うん、まあ代表的にあのザ・フェーレとか、はい、あとは もちろん金城みのるさんとか山内正春さん、国吉真由さん、女性で言えば山里由紀さんとか、はい、予変勝子さん、金城恵子さん、はい、まあ、若手で言うと与那覇徹、松田和俊が出て、はい、まあもろもろですね、はい、でそれが、沖縄市民会館大ホールで1次会場で2次開演であります、うん、めっちゃ豪華ですね。これ毎年すごいんですよ、うん、あの1400名から500名入るんですよ、はい、沖縄市民会館大ホールが、はいはい、キャパがもう溢れてしまって、うん、逆に注意されるんですよ。あ大ホール大ホールで大体1200〜1300名だったかな、うん、だから立ち見が200名ぐらい、うん、やっぱりお年寄りだからちょっと気がね、やっぱりずっと待って、うん、立てないから、はい、もう椅子用意したりとか、あ、まあ、気軽に行ってくれたら、うん、それは余裕できるので、うん、はい、いやこんなのもしねプレゼントできたらいいなと思う、沖縄に親がいたらね、はい、本当そうですよ、うん、うん、まあ、大体あの若いお孫さんとかは、うん、送り迎えして、うん、一緒にあのあ、おじいちゃんおばあちゃんにだけ行かして、うん、帰りまた迎えに来るとか、そういう手もあるので、うん、ね、また多分その後食事とかね、うん、するからだから、いいですね、うんうん、だから早めの開演になってますね。なるほどなるほど、だいたい夕方に終わるっていうことで、いいな、うん、
もし私だ親が沖縄にいるんだったら一緒に見に行きたいです、私だったら。なるほど、うん、そうですか。まあ、はい、まあ、お問い合わせはキャンパスレコードの方でお願いできますか。はい、電話は098-932-3801、 098-932-3801 までお願いします。はい、前売りですよね。前売りは3,000円で、当日券が3,500円になっていますので、はいはい、まあ、母の日のプレゼントとしてはいいと思います、うん、はい、電話されるか、あといろんなところでチケットも使えます。そうですね、チケット販売所もいろいろありますので、はい、まあ、多分ポスターが貼られているところは結構あるので、はいはい、うんうん、よろしくお願いします。はいはい、じゃあ、そのフェーレの曲をね、はい、1曲聞いていただきたいと思いますけど、まあ、フェーレ面白いですよね。面白いよ、面白いし、歌もすごいし、みんなが一人一人が大御所なのでね、これ集まったらすごいですよね。フェーレっていうのは山賊って意味ですからね、はいはいはい、追いはぎみたいな、追いはぎみたいなもんです。あなたの心を盗みますっていうのがタイトルなんですよ。物は盗まないけど心を、はいはい、そしたらフェーレーのフェーレーマンボを聞いてください。
小座ジラバをお送りしております。フェーレ面白かったですね。はい。それでは今日は久しぶりになんかコーナーないのって言われたんであそうだと思ってコーナーたまにはあるんですよ、はい、じゃあこのコーナーいきます。いい音コレクション。いい男コレクション。いい音コレクション。あ、いい音コレクションね。いい男コレクションじゃないよね。怖いよね、それね。それはそれで、あの、魅力的なんですけど。魅力的だね。あのね、別にゲストが女性の時はいいですけど。あ、それ、うん、僕男性なので。今日盛り上がらなそうなんで。はい、いい音の方で。はい、いい音の方ですね。はい。はい、なんかあのどんなこう生活の中の音でもいいし楽器の音でもいいし、ああそうなんか人の声でもなんか何でもいいんですけど、ああ、うん、なんかこう炭酸水の開けてこの口のところを耳につけてシュ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 って言ってる音とか、じゃあ黒板のキーって音とか好きですか。俺好きよ。あの爪でギーって嫌い。うん、嫌いです。すみません。高音的なのが好きかもしれない。高音っていうか、高い音です。高い音の。自分がちょっと声が低い方なので、うん、でも高い音に憧れるんです。へうん、バイオリンの高い音とか。ああ、いいね。もうあのギターのすごい。ギーソロのなんか高い音とか、うん、ピーンみたいな、うん、いいね。なんででしょうね、声が低いけど、うん、まあ中か低だから、うん、中低音だからまた高いのが憧れる。うーん、でも女性の声の高いのは嫌い。女性の声好きですか。女性の声は好きだけど高いのは嫌い、うん、高いのは嫌い。あのなんかたまにね、芸能人とかも高い、うん、絶対嘘ついてるだろうっていう、作り声っていうこと、作り声、うん、もうあれはちょっともう吐き気が出る。まあね、あの作った声って分かるし、うん、であと作った声よりやっぱりこのその人の持ってるそのままの声の方が魅力的ですよね。あ、そう、うん、全然、うんうん、そっちの方がいいと思います、ね、うーん、高い音か、はい、うん、高い音。なんか他にはあります。いや、今思いつくの中だから、うん、あの黒板のキーって音、うん、あ、そっか、で高い音だからそうなんですね、うん、あと窓拭くキュッキュッキュッもそうだしね。キュッキュッキュッって、あ、窓拭きのキュッキュッの音、あの洗い物した時のキュッキュッキュッとかも、あれはなんか達成感があるよね。あ、そうですね、うん、何もならんかったらなんかまだ汚れてるんじゃないかなとかさ。なるほど、うん、それはありますね、うん、それを聞きながらやると楽しそうですね、うん、リズム取りながら、うんうんうん、試してください皆さん、はい、私洗い物が大嫌いでどうやったら楽しくなるかっていつも考えてるんですけど、ちょっと嫌すぎてこの洗ってるところの目の前に金魚鉢置いて金魚をひらひらしてるのを見ながらやるとまだマシかなとか。そのうち金魚鉢に洗剤つけてから洗ったらダメですよ。ぼーっとしてぼーっとしてからあこれも洗わなきゃとか言って。ないない、すぐ死にますよね。そこうん、その音っていうのもちょっと付け加えてみます。じゃあ、はい、うん、いいと思います、うん、あ、なんかツイキャス来てます、ね、さっきのプラスワンいいね、沖縄でアカペラをしている人たちが一度は参考にしてるはずって、みえみえさん、ああ、うん、有名なんですね。あ、だから影響を受けてる人だよ、うんうん、あとピアノの音好きでしょ、エアビリージョエルとか。何ですか、エアビリー。あのピアノマンってあるさ、あのビリー・ジョエルってある洋楽なんだけど、うん、まあエアピアノするんだよ、あ、一人で。これ、あ、本当には弾かないんですか。本当に弾かない、だって楽器ないんだもん。あ、誰かピアノ持ってきて。そうそう、
ピアノの高い音とかも好き好き、うんうんうん、ドーンっていうよりか、うん、軽快なところがいい、うんうん、なるほど、うんうんうん、あの声の話出たんですけど、声さっきねこの誰の歌者の声って言ったら内里美香さんってそう、ね、さっきちょっと CM の間に教えてもらったんですけどおすすめですおすすめです、うんうん、美香の歌って、はい、出たばっかりなんですけども、はい、それでまあ僕が好きなのはアバヨイっていうデビュー曲かな、うん、がすごい伸びがあって僕が一番大好きな歌者ですね、うんうん、アバヨってなんていうんだろうな、アバヨイ、アバヨイ、お兄さんですかお姉さんですか、なんか呼びかけてるんですか、ね、アバヨイちょっと忘れたな、アバヨイ誰か教えて、誰か教えて親父教えて昔の言葉は誰か教えてていうか親父がこれ作ったんじゃないかな、作詞したんじゃないかな、へじゃあね、まあ、後で教えます、それをとりあえず聞いてみましょうかね、はい、11曲目です、じゃあ内里美香さんのアバヨーイ1曲目、あ、全然11曲目です、はいちょっと待ってください、
内里美香さんのアバヨーイを聞いていただいてました。今ね、うん、ツイキャスに来てたんですけど、アバヨーイは南大東の言葉でさようならっていうことみたいです。まあ、ちょっと切ないような、なんか親元を離れ、大東の歌だから、多分大東をイメージした多分曲なので、うんいやうん、いいですね、しみじみと、うん、生で聞いてみたいな。あ、そう、生でといえば、音楽村さんの前のところ、一番街のね、うん、アーケードのところで、うん、ね、イベントすごいいいのをいつもされてますよね。そうですね、もう5回はやってますね。民謡2回にジャズも1回やって、ロックも紫さんが来ていただいてやってますね。でまた来月からまたいろいろ模索しながらやります、うん。金城実さんの時と和久賀明さんの時と、うん、小浜司さんが来られてましたね。そうですね。美生活さんがトークされたりとかね。はい、すごい、あれを無料でやっていただけるとか、うん、あの時だけ一番が活性化されるという、うん、うん、本当これも、ね、もちろん無料なので、うん、本当に来ていただければ、うん。もうでもいつもどうやって告知されてるんですか。なんかいつも気がついたら今日みたいな感じなんですけど。毎回出しちゃってますよね、はい、いつもなんか視線を感じてみたらあいるって感じだ、ね、なんとかのあの逃さずにいけてるんですけど、うん、気づかない感じがするんですけど。そう、告知、一応告知っていうよりか、まあ、FM 小沢さんにも一応貼ったりとか前はしてたはずだけど、一応あっちでも、うん、ね、来場する方にも告知はしてるので、うん、まあ、それが広がってるのかなっていうのはありますけどもね、うんうん、まずね行っていただいたら一番いいんですけどね。沖縄の、戦後の音楽はコザがルーツです。その流れと今は入手不可能なレコード版や昔の音楽イベントのパンフレットや写真など、島唄からジャズロック音楽資料を展示してある日本でも珍しい資料館ですってことでね。本当に珍しいです。うん、はい、だからこれがない前は自分で苦労してあれこれ探してね。だからみんな懐かしい、うん、あのね、あのご年配の方とかも、うん、懐かしいこれってすごいなんか感慨深くずっと立ち止まって見てる人もいるし、あ、もう手元には ないけど、そう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 、昔聞いたなとか、うん、だから聞かしてってやっぱり来るから、うん、その時も全然、うん、もうずっと聞いてますよ。うん、はい、毎日来る人もいます。あいいでしょ別に。全然いいです。うん、全然いいです、うんうん、毎日来ますよ。いや、みんな行きましょう、なんかこう、はい、本当に気軽に、なんかちょっと入りづらいかなって思う方もいらっしゃるかもしれないけど、全然気軽に行って良さそうなので。あの人数を折る人がいるからですか。あ、看板から人数を折るそうなんですけど。いやなんかちょっと CD 屋さんなのかなって。遠目から見たら そうですよね。はい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 、そうです。 CD ショップでもあの全部視聴できるんですよね。全部視聴で、はい、うんうん、できます。はい、珍しいのもいっぱいあります、うん、ということなので、ちょっと時間があるっていう時にはね、ぜひ行かれてみてください。お願いします。うん、ね、ツイキャス来てますよ。NUJJ さん、まもなくゴールデンウィークですが、期間中5月2日から5日の間、川崎駅周辺が沖縄一色になります。ハイサイフェスタ2015開催、ライブからお笑い、映画、屋台、物産展、ワークショップ、エイサーまで盛りだくさんってことです。へえ、川崎駅なんだ。結構本土の方とかすごい力入れてるからね、その沖縄の、うん、これすごい全ジャンルって感じですね、芸能のね、うん、はい、すごい面白そう。行ったらぜひレポートしてくださいね。ありがとうございます。南大東島といえばボノジロ娘、ああ YouTube で知りましたって NJJ さん。ボノジロ娘、うん、大東のモーニング娘って言われてたから。あ、そうなんですか。はい、映画があったんでしたっけ。はい、うん、あの島を離れていくよって、うんうん、ね、皆さんあの沖縄好きなんですかね、 NHJJ さんもね、うん、私もあの沖縄が大好きで、この音楽が沖縄の音楽が好きで、まずね
で南国の雰囲気も好きで沖縄にやってきたんですよ。へえ、うん、そうか。だからその内地にいる間はすごいもう沖縄の情報をキャッチしようと思ってすごい頑張ってましたあ、まあ、今もですけど。いやもうすごい今コネクションあるんじゃないですか。いやそんなことないです。つながりがなんかいろいろ教えてください。またいやいやこれはもう逆に そっちの詳しい。いやいやいや、また音楽村に行っていろいろ聞かせてもらいたいと思います、はい、僕は裏話しかできないんですけどねそれもねもうかなり貴重ですけどそっちの方が面白いんで僕は、うんうん、勉強できないところを勉強するっていう、うん、でもいろんなそういうねあのこの知識に厚みが出れますよね。はい、そういうことだったのかってつながりが出てくる後からどういうことだね面白い、面白い。そんなねいろいろ質問したら答えてももらえますよね。はい、全然答えます、うん、はい。なので皆さん、沖縄市の一番街の中にある音楽村おすすめなのでぜひ暇の時行ってみてください。あとこの5月10日の、はい、歌って踊って大爆笑喜劇ですね。母に特別公演ですね、はい、第5回目ですね。沖縄市民会館大ホールでありますのでぜひおすすめです。こちらもぜひいらしてください、はい、ということで今日のコザジラバは音楽村のリセテツさんに来ていただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。それではお相手渡辺ゆきでした。コザジラバまた来週。